ガネコ学一郎ガネコ学一郎から1941年7月18日は沖縄県出身の医師、政治家、衆議院議員。後に、島添いに改正。こちんだまぎりこちんだで、ガネコ四郎太し、かまど夫妻の長男として生まれる。1885年、沖縄県委員附属沖縄医学講習所が開設され、講習生として入所。 1889年、沖縄県医院附属沖縄医学講習所が、沖縄県病院附属医生教習所と解消され、同省1890年に卒業。1891年、沖縄県病院に勤務となる。1894年、帝国大学医科大学教授、三浦森寺に随行し八重山のマラリア調査を行う。1897年、 県病院を退職して改良し、金薄く、こちんだ紛りの損意となる。1901年、ジャハラ・ノボルが発病して、主治医となり、その治療費と死後の維持教育費募金に奔走した。1907年、沖縄実業銀行が設立し取締役に就任。1908年、無限責任こちんだ信用販売購買組合が、設立し組合長となる。 1909年、沖縄県初の県会議員選挙に出馬して当選。1913年、設立発起人となった沖縄県産業組合が設立し、1914年には解散していた沖縄県医師会が再設立され、理事に就任した。1917年4月の第13回衆議院議員総選挙で沖縄県から無所属で出馬して当選し、 衆議院議員を一気務めた。この間、沖縄県特別実制撤廃に関する県議案の提出、感謝策に対する質問演説、沖縄県における、マラリア予防撲滅に関する県議書案の提出などを行った。1919年5月14日、衆議院議員選挙法違反被告事件をいて、大審院で上告棄却となり、議員を退職した。その他、 沖縄県産業銀行頭取産業組合中央会を沖縄市会副会長、法徳川排水改修工事組合長などを務めた。ありがとうございます。